物語の舞台となる阪急今津線の電車、宝塚市、阪急電車は、日本の小説家、荒川広の連作短編小説集、イラストはあだばなす雲、映画版及び漫画版についても、本校で説明する。阪急今津線は、兵庫県宝塚市の阪急宝塚駅から、兵庫県西宮市の西宮北口駅を経て、阪急今津駅までを結ぶ。 阪急神戸本線との接続駅であり、運転系統が分割される西宮北口駅から宝塚駅までは所要わずか14分のミニ路線である。この作品は、その宝塚西宮北口間の8つの駅を舞台とし、その乗客が降りなす、様々なエピソードを一往復にあたる全16話で描写する、現当者の各月間の文芸雑誌、パピルスにて、 全6回連載され、2008年1月22日に、原当者から単行本が刊行された。2010年8月5日には、原当者文庫版が発刊された。それまでの有川の作品は、近未来、軍事、怪獣関係の設定を用いたものが多く、存在するが、本作品では実世界を舞台にしている。高知県出身の作者は、大学時代に、 今津線の沿線に下宿していたが、故、今津線が一番思い入れのある路線であるとのこと。2012年5月14日付のオリコン文庫部門で100万部を突破し、文庫部門12作目の100万部突破となった。2008年4月、MBS ラジオの番組、ありがとう浜村敦志ですの中の、ありがとうファミリー劇場において、ラジオドラマが2週間連続放送された。2008年7月から、 ウェブコミック誌マグナにて作が村山渡るによる漫画版が連載を開始したが同誌配信終了により2009年1月号からコミックバーズに移籍し2009年3月号を最後に救済事実上の打ち切りとなっている2010年8月東宝が映画化すると発表され2011年4月29日に公開された 各省の駅名の後にはとあるのが正式名称だが、ここでは省略する。映画宣伝用ヘッドマーク9300回、梅田駅、阪急電車片道15部の奇跡のタイトルで、ローカル電車を舞台とした、ハートフル群像劇映画である。主演は、中谷美紀、脚本は、岡田義和、阪急電鉄や宝塚歌劇団をはじめとする。 阪急阪神ホールディングス約30社がバックアップし、監督は今作が劇場用映画デビューであり、阪急阪神ホールディングス参加でもある、関西テレビ制作部の三宅基礎で、関西テレビの社員が映画監督になるのは今回が初となる。また、日本の放送業界では初めて異なるネットワークに加盟する民放テレビ局が共同で制作に関わった。 公開は80スクリーンと中規模ながら舞台地近辺の劇場を中心に多くの動員があり、工業収入11.4億円を記録した。出身地が阪急沿線の場合は、府県名、都市名を掲載。沿線街ではあるが、大阪、京都、兵庫のいずれかの府県の場合は府県名のみを掲載。2011年3月30日に行われた試写会では、 宝塚大劇場が上映会場となった。本劇場で映画イベントが開かれるのは劇場創設以来初めてであった。映画の試写会は東日本大震災直後であったが、阪神、淡路大震災を関西に在住していたため、経験していた原作者の有川博は自粛は被災地を救わない。阪神、淡路を経験した私たちはそのことを知っています。 エンターテインメントを楽しむことを、後ろめたいと思わないでください。映画一本分、本一冊分、自分は経済を回すのだと思って楽しんでください。張り詰めた糸が切れてしまわないために、気持ちのゆとりを作るために、エンタメはあるのですと、経験者の立場から、自粛ムードに揺れる世相について語った。その思いは、中谷美希ら出演者が受け継ぎ、全国の映画館で、 舞台挨拶を行った際に繰り返し述べられたという、戸田恵梨香、相武咲、鈴木良平ら、関西出身の出演者の中には被災した経験を持つ者もいる。2011年4月6日から、阪急電鉄の一部車両に映画公開を PR するヘッドマークが掲出された。2011年4月29日から、東方シネマズ日劇さん他日本全国の 東方系劇場で公開されたが、関西では4月23日から先行上映された。関西地区32スクリーン先行上映ながら、2011年4月23.24日の初日2日間で、講習後815万4800円、動員4万4166人になり、映画観客動員ランキングで初登場第7位となっている。 全国80スクリーンに拡大公開された第2週には第6位にランクインしている。上映関数が83スクリーンと少ない。劇場関数ながら6月15日に興行収入10億円を突破したと発表。2012年に発表された興行収入は11.4億円。また、舞台となった阪急今津線沿線の東方シネマズ、西宮 OS では、 工業47日目時点で動員数76,346人を記録し、同館においてそれまでトップだったアバターでの全116日間で76,029人という記録を超えた。阪急電車片道15部の奇跡オリジナルサウンドトラック映画公開を記念して、関西地区で先行風切りされた2011年4月23日。 15時15時30分に関西テレビにて特番が放送された。阪急西宮ガーデンズ特設ブースから公開性放送を行い、番組中では舞台挨拶の模様、出演者、監督、阪急電鉄関係者へのインタビュー、ロケーション撮影時の模様などが取り上げられた。阪急電車片道15部の奇跡進むしと雪の物語が 2011年4月1日から29日の間の毎週金曜日に前後はが au リスもチャンネルにて配信された。また2011年5月1日の25時40分26時10分に同番組が関西テレビにて放送された。キャスト編集スタッフ編集阪急電車片道15分の奇跡に関するカテゴリー半球電車片道15分の奇跡進むしと雪の 物語に関するカテゴリー、ありがとうございます。